311以前、私は原発問題に関心がありませんでした。初めてデモに参加したのは3週間前。原発問題に関心を持ってからデモや集会のチラシでよく目にしたのはタンポポ社の名前でした。東京水道橋の古いビル、ここにタンポポ社があります。今4階で会議です。資料だらけのオフィスではボランティアの方々が作業をしていました。共同代表の柳田誠さんと鈴木千鶴子さんです。1989年の設立以来活動の中心メンバーです。タンポポはさっき言ったタンポポの花が散るように、花毛が散るように原発反対の運動が広がるようにと、そういう意味ですね。このまま機械に設定します。これは24年前に購入した放射線測定器です。鈴木さんはこの機械を使ってずっと食品の放射能測定を続けてきました。はい、私ももう全く原発とか興味のない、あの全く違う世界にいたんで、私自身はちょっとデザイン畑にいたんで、それであのお店とか有楽町でやってたりとか、まあ、後半青山でやってたりとかしてて、でそういう中でみんなに会って、いろんなあのいろんな区の人たちが自分たちの会合があるから来てくれっていうか、まあ向こう皆さんからしても私が異色だったんですよね。それでお会いしたりして参加したりしてるうちに、あの放射能測定器が欲しいっていう話がね、いろんなところから聞こえてきて、まあそういうこと言うとなんかすごく偉そうな雰囲気になっちゃうけど、機械が欲しいんなら買えばって簡単に思っちゃったわけですよ。すぐ欲しいわけですよね、みんなね、食べるっていうところで心配してて、とても手に入らない。じゃあ私提供するってことで、まああと700万ぐらい出したのかな。5年ぐらい経った時にみんなちょっと疲れた時もありますよね。でこのままやめちゃったら徒労に終わっちゃうでしょ。みんなエネルギーは出したりお金は出したり大変な思いして、でこういう運動団体潰したら次に出てくる人がまたいなくなるじゃないですか。それは絶対嫌だと思って、とにかく何か見えるまでやらなきゃって言って、でそれを実際に実践したのが柳田さんですけどね。私たちは原子力を止めれば劣化ウラン弾も事実上できなくなる。タンポポ社は全国にネットワークを持ち、研究会、勉強会、原発ツアーなどを行い、日本の反原発運動をリードしてきました。公害反対の時は周りからいい目で見られてたんですよ。で原発っていうのをやめようってそれに絞った時は、もう電力会社にあらゆるとこがそこを叩くからね、これも全然違う、まるで違う。原子力帝国に対してちっちゃなアリが向かっていくようなもんですよ。それぞれさ、あのね、得て不得てがあるだろうけどさ、一気一歩ですよ。あと知ってても来れなかった。うん、そう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 。うん、このこのね、無念さにもう後がない。なんていい日本語。後がないです。私なんか70ですから。うん、だから。うん、市民運動をやる人ってなんか特別な人みたいな。本当だよ。やっぱ311より前はすごい思ってたから、だから名前は結構いろんなところ知ってるけれど、そういうところで一緒にやるっていうのはどうだろうっていうのがあります。うん、なんか
ああいう人たちになっちゃうみたいなのがやっぱり一線超える感じっていうのがすごいあった。たくさんのボランティアが集う中、昨年6月80人が入れるスペースタンポポをオープン。毎月10回ほどの講座を開いています。チェルノブイリの事故が起きた時は日本の食べ物危ないと思ったんだけど、実際8000キロも離れてるから最初危ないと思ってわってなったけど、特に生協とか家庭の婦人が立ち上がったけども意外に大したことないからということで2万人集会日比谷で盛り上がって、その後ずっと下がっちゃったんですよね。やっぱり原発の本質、型が違うから大丈夫だよぐらいに騙されないね、そういう勉強をちゃんとみんなが広くやってなかったと、そういう反省でもっとしっかりみんなで勉強する場を作ろうということでこの下も始めた。この4回無理してね、勉強の場を。311の前は毎回20人程度しか集まらなかった抗議活動も、今は数万人規模のデモがあちこちで続いています。牧の運動の時も結局若いお医者さんたちのグループとかが出てきて一躍旋風を起こして牧の勝利がありましたよね。で勝利してみると既存の団体だったおじいさんたちが、僕たちの運動は何だったんだろうね、必要なかったのかねって、なんかすごくちょっと寂しそうなことを私と懇親会で端っこで飲んだり食べたりしてる時に言って、それはないと。ずっと見てきてその人たちがずっと見て、次の世代がまたそれを見て、それで結局なんかみんなおかしいねっていうか、なんかね思ってたところに新しい火付け役が入って盛り上がったんだから、既存の団体が今まであったからこそでね、いきなり出た運動ではないんですよって言ったの。それを口に出しては言わないまでも、親戚にもね原発反対運動してるなんて言えない中でね、ずっとやってきた人たちがいたから今があるんじゃないですか。そしたらそのおじいさんポロ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 ね、そんなこと言ってくれるのかいなんつってね喜んでましたけどね。同じまんまでは進みませんよね。だからまあいろんな既存の団体があって、ちょうどみんながモヤモヤしだして 3.11 以降ね、そこにまた時間があって、ね、次の世代たちが結局やっぱりなんかおかしいよねっていう意味でね、ちょうどそういう時に上手なしつけ役がいて盛り上がっていくっていうか、それは良いことだと思います。こういうので、これ土のうの袋、土のうの袋、ミシンですよ。あ、ミシンをテント前広場のテントの中で作ったの。これはこれはもうセミプロの人が作ってるの、私がペンキ屋さんをやっただけです。原発をやめること自体が日本の社会の構造をかなり変える運動につながっちゃうんですよね、中央集権的なり上から下で金でほっぺた叩いてやりやがって全部を変えるわけでしょ。そういう意味で言うと日本の民主化を進める過程でもあると思いますね。で現実に今の大衆運動を見てると、官邸前でもどこでも若い人や女性たちがしっかり発言してるじゃないですか。初めてですけどと言いながら、でも聞いてると立派だよね、本当に立派に自分の意見を言ってるのよ。でしかもそれがパラパラじゃなくてほとんどの層がそうなってるよね。だからしっかりした人たちが育ってきてね、日本の民主がものすごく進んでるというか、こういう人たちを育ててるなぁ、こういう人たちを生み出してるなぁという、それをすごく感じますよ。人が大勢集まったことに目が行きがちですが、そうではなくてね、その一人一人が自分の意見でしっかり首相に対してもそんな言ってるじゃないですか。あれは僕長年運動やってきて初めてですよ。How many deaths will it take?
ね。